大家好，我是张一康，邱一康です。今回も中国を読み解くキーワードを一緒に学びましょう。今回のキーワードはこちらです。双循环经济。双循环经济と読みます。中国が目指す新たな発展構造、双循環経済のことです。双循環経済は2020年5月14日に開かれた中国共産党中央政治局常務委員会会議で初めて提起されたコンセプトです。その基本的な方針は、国内の大きな経済循環を主体に置きながら、国外の経済循環と相互に促進し合う関係を築くというものです。中国はこれまで輸出主導型経済でしたが、これからは内需駆動型経済への転換を加速させていくのだという意思がこのコンセプトに表れています。このコンセプトに至った背景には、一国主義や保護主義の台頭、そして新型コロナ禍の影響などがありました。またいずれにしても持続可能な発展のためには、内需拡大は避けて通れない道です。この双循環経済は2021年に始まった第14次5カ年計画の中で貫かれる方針になると考えられています。内需に力を入れるとは言っても、あくまで対外開放を続けることが前提、鎖国に向かうことはないと表明されています。では漢字の表記です。双方の双に循環、そして経済と書きます。そのまま中国語の簡体字に置き換えて、双循環经济、双循環経済です。双は二つの、一対のという意味で、循環は循環、经济は経済、いずれも文字通りの意味ですね。例えば双生儿で双子という意味ですし、双击でマウスをダブルクリックするという意味になります。双循環经济、3つ続けて双循環经济、双循環経済という言葉になります。それでは発音を練習しましょう。2つの双、双循環、循環、循環経済、经济、经济、合わせて双循环经济、双循环经济。長めの言葉ですが、3つの単語からできていることを意識して慌てずに読んでください。ではもう一度私に続いて発音してみましょう。双循环经济、双循环经济。非常好、よくできました。この言葉、実際にはこんな使われ方をしています。ニュースでよく見る表現です。双循環の経済構造を構築する。構建双循環经济格局。構建双循環经济格局と読みます。では最後に今回のキーワードを会話の中で使ってみましょう。経済ニュースを見た2人の会話の場面です。最近双循環经济这个概念很火呀。是啊，据说双循環经济的重要性不亚于供给侧改革。どうでしょう、キーワードが使われていた部分、わかりましたか？まずは私のセリフ。最近、双循環经济、这个概念、很火呀。最近は最近、そして、双循環经济が双循環経済。这个概念は、このコンセプト。很火は、流行る。話題になっていると言ってもいいですね。やはここでは簡単詞です。
合わせると最近双循环经济这个概念很火呀。最近双循環経済というコンセプトが非常に話題ですねとなります。それに対する返事は是啊，据说双循环经济的重要性不亚于供给侧改革。是啊はそうですね。据说は聞いたところによると、重要性は重要性、不亚于は何々に劣らない、供给侧改革はサプライサイド改革。合わせて是啊，据说双循环经济的重要性不亚于供给侧改革。ええ、双循環経済の重要性はサプライサイド改革にも劣らないと言われていますとなります。ではもう一度会話を聞いてみましょう。最近双循环经济这个概念很火呀。是啊，据说双循环经济的重要性不亚于供给侧改革。最近は双循環経済っていうのが話題だね。そうだね。双循環経済はサプライサイド改革と同じくらい重視されるみたいだよ。最近双循环经济这个概念很火呀。是啊，据说双循环经济的重要性不亚于供给侧改革。聞き取れるようになりましたね。今回は双循环经济、双循環経済というキーワードをご紹介しました。少なくとも向こう5年間の中国経済を語る上では外せないキーワードです。中国に関するニュースを見るときにはこの番組のことを思い出してくださいね。ではまた次回お会いしましょう。学習進歩。